結構今日リアプールに大きな落とし穴が。このスタメンでチェルシー2、1で勝利したリアプール。しかし、ピエーラって今何してるん、あの方は今何をしてる人なの、ベンチにすらいないのマジで草。獲得したことすら誰も覚えていなの草。復帰時期不明の打撲で離脱してるっぽい。リアプール移籍してきても安定で滑ってるのはロタ。なんなら俺はまだ、ピエーラはユベントスにいると思ってる。スペ体質で今後も離脱しまくると思うから、サラーがずっと休みなしで出場して負担増えそう。アルプールみたいに B チームに島流されたら笑う。ピエーラはもうとっくにピエーラ。エリオットさえ戻ってくれば、サラーを休ませることはできる。リアプールは、ティアゴとか、ピエーザとか、スペ体質の選手好きだよね。いずれジュタも負傷離脱しそうで怖い。ピエーザの父親も、スペ体質だったから遺伝なんだろうな。ピエーザを知らない人のために補足しておくと彼はまだ、リアプールに移籍してきてないです。やっぱり、リアプールは久保建英を取るべきだった。トレーニングには復帰してるっぽいから、メディカルが大事を取って、休ませてるだけだと思いたい。トミアスもしかり、ピエーザもしかり、怪我しないことも大きな才能の一つ。リアプール実質補強なし。